お疲れ様でです。す価値観は道しるべって結構いいいじゃないですか。これね結局価値観っていうのを自分で見出してもしくは決めてですねそこに向かってその価値観にたどり着いたらそこから見える景色によってまた新しい価値観が作られていくもしくはそこにたどり着いたらしまった違ったかなっていう挫折によってね失敗によってまた新しい価値観が構築されるこの繰り返しが人生ってものじゃないかなとつまり人生は過去とさよならし続けることの連続によって新しい自分 ね、まだ見いせなかった自分にたどり着くその繰り返しなのかなと思いますよねでその旅が終わるときにつまり死ぬときに人生は全て完了するいやもしくは死んだ後も続くかもしれないですよねそれは新しいストーリーを引き継ぐ後継者によって作られるのかもしれませんけども死ぬっていうこと自体からスタートするようなねそんな旅もあるのかもしれませんよねうん今ね R34 もう手元にないと思いますけどもでもドラマって続いてるんじゃないかなと思うんですよということで今回の動画は以上ですいってらっしゃい